インターネットレディオ Good Air ドコン熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3,GO! おはようございます。4月5日でございます。2時間に1本、動画更新、どうも中村ケンタロウです。さて、今日もね、張り切って、2時間に1本、10時から夜10時まで、合計7本の動画また上げていきたいと思います。昨日は久しぶりにうまくいきまして、まあちゃんとね、朝10時からずいずいと動画上げていったんですけども、最後に夜10時の動画だけね、ちょっと遅くなってしまいました。すいませんでした。で、昨日は上げた動画っていうのが、まず、熊本県八代市でデアボックスを10個探すまで毎日動画投稿の方ですね、あちらを上げさせていただきました。今回は結局3本、まあ、2本か、熊本県の、日名具温泉というところ、まあ、僕らの地元八代なんですけども、日名具温泉にあります、温泉神社に行ってきたと。で、その帰りにデアボックス発見ということで、なんとデアボックス10個見つけるまで企画ももう8個達成ということになりました。あと2個動画をね、動画じゃない、デアボックスを見つけたら、大園ディレクターからの指令は達成ということになるわけでありますけども、大園ディレクターが、ここのデアボックス見つけたら NG、もうまた0個からね、探せっていう、まあ、風に設定をしてありまして、その残り2個で、NG を引かないように頑張りたいと思ってるんですが、まあ、ちょっと大園ディレクター、ちょっと若干キレ気味。なんだよ、もう終わるじゃねえかよみたいな感じなんですよね。もしもこの企画、継続ご希望の方がいらっしゃいましたれば、なんかコメントをどれかの動画にね、書き込んでやってください。よろしくお願いします。そして、昨日の朝の放送で、まあ散々ね、コロナウイルスのこともちょっとこれから上げていこうかと思いますなんて言っといて、特に上げず、一日を過ごしました。まあいろいろ勇気が出なかったもんもあるんすよ。これ言うとなとか、まあ一番のネックは、僕塾をやってるわけですね。集団感染しないようにとかっていうのもあって、いろいろと対策はしているんですけれども、今ね、この時期に塾に入ってきてもらわないと僕もう全然儲かんないんですよ。本当にお金がない。支払いも困ってるっていう状態なんですけど、そんな中で、まあその8人まで生徒を今各学年入れさせてもらっている。で、まあ、ここの教室の中に、8人までなら、10人超えないからいいだろう。なんで10人かって言うと、俺入れて9人だから。で、あと1人塾生入れると、まあ、オーバーしちゃうっていうので、まあ、今は8人までしか塾生は入れませんっていう形で、各学年やらせていただいております。だから、本当にね、うち結構安いんですよ、ぶっちゃけ。あ、塾とか行ってる人だとどうなんだろう。いくらぐらい払ってんすかね。うちは、1万6000円です、月。なので、まあ、正直結構ね、お安い方だと思うんです。まあ、それでも僕は保護者がすごい大変な思いして払ってくれてると思ってるので、安いとは正直思ってません。すげえ高いなと。僕だったら大変だなと思ってはいる額ではありますけども。だから、まあ、ある程度生徒がいないと本当にやっていけないんですけど、まあ、まあ、もう仕方ねえと。ここはね、頑張るしかない。だから、塾開けてんじゃねえかよと。お前、それでもし誰かが感染してたら、お前どうする気だと。言われたらたまらんというのもあるんですよね。なので、まあもちろんできる限りのことは全部やってますけど、毎日塾終わって机も除菌するし、子供たちが少しでも体調悪そうやったらもう体温計を渡してとりあえず熱を測らせるし、基本的に少しでも不安だというふうに思うご家庭があったらば、ズームを使ってね、ビデオ授業で参加をしてもらうというような形をとっていますので、まあ本当にできることは全部やってるつもりではいます。それでも閉めろとおっしゃられれば、まあそれはもう覚悟をして、本当に塾潰すしかないと思ってですね、まあ閉めるしかないかなというのが本音です。ただお金をもらって授業をしている以上、きちんと子供たちに勉強を教えるっていうのも僕の一つの仕事、まあ使命でもあるわけでありまして。だから少しでも不安だとかって思ったらばもうそこは、全然考えますけども、結構ね、YouTube やってるから、LINE の方もそうですけれども、なんか、塾の名前調べてね、ホームページからお電話をかけて来られる方もいらっしゃいまして、まあ、なしられる、なしられる。塾なんか開けんじゃねえと。お前のせいで、熊本県で広まってんだとかね。いや、すいません、本当。まあ、それは思う。うん。それはもしかしたらあるかもしれない。だから、
まあ、そこはね、俺の人生を潰す理由があるんだったら聞きます、話は本当に冗談抜きで。ただまあそこになってくると、これ飲食店されてる方とかもそうでしょうけど、じゃあ生きていくための最低限度のお金とか生活とかっていう、政府が面倒見てくれんのかっていう話に、まあ、なってくるとは思うんですよね。そこも考えてぜひお電話くださいまあまあ電話つってもね、5件ぐらいかかってきただけなんですが、まあでも結構しんどいものはありますね。ぶっちゃけてしんどいものはまあまああります。ありますし、一応確認完璧に取ったわけじゃないですけど、全部県外。いや、地元だったらもう本当に、あ、そうかと、あーって考えるんだけど、県外、もう全然県外、もう言葉が違う、ぬしゃだっかって言いたくなるぐらい本当にでございました。まあいろいろそういう活動されてる方もいらっしゃるんだと思いますけどね、まあ、まあそれもその人の正義だったらば、まあ文句は言えないところですが。で、いただいてるコメントね、結構あるので、それをちょっとご紹介していきたいと思います。まず、昨日の、日名子温泉のね動画の方にいただいておりまして、ヒロくん TV さんから日名子温泉また行きたいですといただいております。ありがとうございます。もうお越しください。まあその温泉がどうなのかなっていうところは正直あるんですけど、だからびっくりしてるのが、あれうちにね勉強に来てる子も、水泳やってる子がいるんですけど、これ熟成じゃなくて卒業生で水泳やってる子がいるんですけど、その子に聞いたら、結局ほらプールの水って塩素なんですよ全部、だからもう消毒液に使ってるようなもんだと、いうので、まあ、かなり、しかもね、水の中なので安全なんだとかっていうふうに思って水泳に通ってる子はむちゃくちゃいるみたいです。で、昨日見に行ったらむちゃくちゃ車止まってた。ビビるぐらい。って。多分やってなかったやつも水泳やってんじゃないかな。本当にビビるぐらいに車が止まってた。ただね、更衣室で着替えたら一緒やぞ。多分。そうは思いましたけど、でもまあ子供にどうにか体を動かさせてね、健康を保ってほしいっていう親の気持ちもあってだと思うので、まあそこは文句は言いません。それから、デアボックスの企画の方にですね、サンネコ、サバハナ、ミゾレ、チュイユーさんからいただきました。ありがとうございます。デアボックス見かけなくなりましたね。10個見つけるのは大変そう。そうなのよ。結構大変なんですよ。なのに大蔵ディレクターがね、そのぐらいみたいな感じで言うんですよね。辛いけども頑張ります。まああれが面白いかどうかっていうのはね、ちょっとまたいろいろあるんでしょうけど、まあいろいろまたご意見お聞かせください。皆さんからの指令を待ってます。こんなことやれとかね。ただ時間の制限もあるし、体力の限界もあるので、無茶なこと言われてもっていうところはありますけど、まあそんなに時間のかからないものだったり、本当に面白そうと思う企画は何でも乗っかっていきますから、何でもねコメント欄にこんな企画やってくれとか、書き込んでいただけたらと思います。今も今度なんだ、丸いポスト。補助庫探せみたいな話が出てきてるんですが、見たことがもうねえあんのかな。まあまあ、でもそれを探す企画もね、やろうかなとは思っているところなので、なんなりとまあ、いろいろ言ってきてください。それから、土田明さんから、これ貧乏旅ね、嫁さんとの貧乏旅で、吉田松陰さんのところに行ったんですけども、吉田松陰の、まあ、その、授業をやってたね、松下村塾っていうところに、まあ、土砂降りの中行ってきたっていう動画を上げてたんですが、初心に帰って考えるっていいよね、といただいておりました。ありがとうございます。まあいろいろ初心に帰ってね、もうほんと頑張り、な、考えたいこといっぱいあるんですよ。結構泣きたい気持ちでいる、普段。だけど、まあ、こうやってね、動画出して、ね、いろんなコメントもらったりとかね、みんなから見たよって言ってもらえるのはありがたいので、本当に。ありがとうございます。それから、土田ベースさんが、うちに、映像提供をしてくれております。土田ベースさんから皆さんにご紹介したことがあるそうですっていう動画。こちら、九泉堂とね、それから桜並木を見せてくれてましたが、薩摩のラファエルから、お疲れ様です。とても魅力的な場所ですね。コロナが落ち着いたら行ってみたいと思います。いただいておりました。来いよ。言うたら来いよ、マジで。お待ちしております。それから、チャンノンさんからいただきました。ありがとうございます。チャンノンさんから、一寸先は闇って、昔の人は言ってましたね。前向きに平常心でいただいてます。ありがとうございます。もう最近動画で切れるからさ、いろいろ。すいません。もうほんと師匠、すいません。
いろいろ、まあ、もう本当、俺も平常心で、明るく元気にやっていきたいと思います。チャンドンさん、ありがとうございました。他にもね、コメントをたくさんいただいておりますけれども、今日、最後にご紹介したいのは、まあ、記者会見が結構あるんですよね。熊本県もそうですし、福岡とか北九州とか、まあ、鹿児島とか、だから九州で行われた記者会見の様子とかを、動画で出させていただいております。で、まあ、それ以外だと、本当に日本全国に関係する看護協会とかのやつも、これは本当に再生回数狙いとか、もちろん1000人いってないから、お金も入ってこないのですけども、登録者数狙いとかっていうつもりではなくて、後から見ようと思ったってないんですよ。僕が知る限りね。どこにも。まあ、安倍総理の、発言とかだったらあるんでしょうけれども。なので、まあ、記者会見の様子も含めて、皆さんに現実を知ってもらいたいということで、今、時々ね、そういった記者会見の動画を上げさせてもらってるんですが、北九州の、記者会見の、新型コロナウイルスの、ね、感染者の報告の記者会見の方に、リュウピョンリュウさん、という方からコメントいただいておりまして、こちらをご紹介させていただきます。医療関係者さん、必死に戦っているのに、蜂屋とか言っている人がいる現実。これ以上増やさないなら、渡航歴ある人は隔離。パチ屋とかには営業するなとは言わないけど、全部の扉開いて5台間を空けるなど、あとスーパーの火曜日とかにやっている特売日も自粛して、マスクは1回、市が買い上げて1ヶ月1人30枚まで購入可能とかにしないと。運よくドラッグストアに身内いたりで、情報ない限りはマスク持ってる人と持ってない人がいつまでも続く。現に私はマスクしてて荷物の中に数枚あったのを妊婦さんに1枚ですがってあげたこともあるし、多分一番は自分が危機感なくてコロナってなっても自業自得だけど、じゃあ感染したら病院も行かないで自力で治すとかな、自分の行動で他の人に迷惑かけることあるって思った方がいいよね。あと本当に医療関係者さん一番怖いとは思うんですが、頑張ってください。私たちもできる限りコロナ感染しないように自粛して迷惑かけないようにしますんで、あと市長さん、これ多分北九州の市長さんだと思いますが、コロナ甘くないと思うんで、市民を守るつもりなら強い姿勢で、ダメなものはダメだと、我慢できるものは我慢しろと、頑張ってくださいというふうにコメントいただいておりました。ありがとうございます。いやー、結構ねひしひしと切実にコメントをいただきましてありがとうございます。まあこのコロナをどうにか、まあ、乗り越えていかなきゃいけないんだけども、まあ、正直言ってゴールは見えないですよね。いつになったら落ち着くかなんて、これ世界の話なので、この地球の人口が一体どれだけ奪われてしまうのかも分かりません。一つ一つの命をねどうやって守るかってことだと思います。僕はもう正直インフルエンザと比べてどうのこうのとかっていう話をするのも違うと思うし、かといって、みんな生活がある中で何もかも規制しろっていうのも本当難しいところなんじゃないかなと思います。だから、まあ、僕なんかさっきも言ってましたけど、本当に人の命を守るために今は塾閉めろって言われたら閉める覚悟で言います。収入がゼロになっても借金取りには申し訳ねえけど金返す金はねえって言いながら、頭下げながら生きていく覚悟ぐらいは僕は持ってます。同じように仕事をしている人たち、生きていくために必死になってやってると思うんですけども、まあ自分が店を閉めることで一人でも多くの人の命が救えるならばなんていう気持ちを持っている人はたくさんいらっしゃるんだと思いますよ。だからそこをねみんなで支え合いながら、支え合うためにまたイベントをしようとかも僕は本当は違うとは思うし、今みんなでできることをやっていく、支え合っていく、支え合うの一番はやっぱり声を掛け合って、なじり合うんじゃなくて頑張ろうなって今は言い合うことなのかもしれないですね。まあそんなわけで、コメントも他にもいっぱいいただいてるんですけども、全然ご紹介できないままですが、ちょっと毎回ね朝の一本目はこんな風にコメントもご紹介をさせてもらいながらやっていきたいと思います。まあ学校が本ちゃんで始まると朝昼本当にガチガチで、僕時間空いてるので、また以前のようにマイクの前に座ってやっていくスタイルにね戻していければなとは思っていますけれども、まあどうなるものか、まあパソコンもねあんまりもうポロポロなんで、2011年2012年の Mac ではなかなか限界がありますけれども、まあそれでまた皆さんにいろいろ動画を出していきたいと思います。
ちゅうわけで、今日はここら辺で、でございます。今日は結構コロナの話題をね、出しながら、2時間に1本動画更新、次は昼の12時お届けしますので、ぜひお時間がある方は見てやってください。そして最近動画がちょいと長めでございます。できるだけ短い動画にしていきますので、本当飽きずに見てやってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お相手は中村健太郎でした。また2時間後に会いましょう。以上です。アウトゼキ。TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、薩摩ジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネル、鹿児島の魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はい、これぐらいちゃう。いやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ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 、おおおお、揺らしすぎでしょ。くそー、ああそやもん、ドラえもんだよ、ドラえもん、ドラえもん。Thank you for your listening. Good Air Docom. Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air Docom. Your listening station is Good Air Docom. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.